ご視聴あざます。しです。今回はユタボン高卒認定試験終了、そして結果予想発表についてまとめました。ユタボン氏、まずは試験勉強と試験お疲れ様でした。ということで、8月1日から2日の2日間にわたって実施された高卒認定試験は終了し、ユタボン氏がその報告動画を出していましたので見ていきたいと思います。では早速いきましょう。ユタボン氏のチャンネルより8月3日投稿文、タイトル速報、高卒認定試験の結果についてから本人の発言部分抜粋です。はい、今日はですね、高卒認定試験の結果についてっていうことで、昨日と一昨日2日間でね、高卒認定試験受けてきました。応援コメントくれた皆さん、本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ励みになりました。本当にありがとうございました。ちょっと待て、そこの君、ちゃんとお礼が言えて偉いね。チャーネン、ユタボン氏は高卒認定試験に集中するために SNS を休止したんですよ。めちゃくちゃ励みになってた時点で SNS 見てるやん。投稿を休止していても SNS 見てたら意味ないやん。っていうか、そもそも投稿も休止してなかったやん。というのも、 SNS 休止についてはちゃんと宣言してたんですけど、再開については宣言されてません。解禁したと認識していいの？ここでユタボン氏の動画から一旦離れますが、ユタボン氏の休止期間による SNS 活動履歴を追ってみましょう。レンちゃん、よろしく。7月26日 YouTube のみ活動休止宣言しました。これは X ではグッズ宣伝を続けるため、とりあえず先に YouTube だけの休止ですね。7月28日 YouTube 活動しました。詳細が分かってませんが、高熱を出した次の日にもかかわらず出演依頼が来たと突如投稿して出かけました。同日7月28日全 SNS 活動休止宣言しました。グッズ販売期間が終了したので、休止対象を全ての SNS に変更しました。2日しか変わらないんだから、26日の宣言いらなくない？グッズ宣伝するための理由付けだよね、多分。続けます。8月1日 X で投稿しました。試験初日、試験開始前の意気込みを発信してましたね。8月2日 X で投稿しました。試験2日目、模擬試が応援コメントをくれたので返信してました。この時点でさ、表向きやってることは数文字程度の文章を送るという1分程度の話なんだけど、先ほど同様、実際のところはそれ以外にも X でコメントチェックとかしてるわけじゃん。本末転倒でない？8月2日 X で投稿当日に2回目をしました。試験終了後の投稿です。休止理由からすると、この投稿から SNS を解禁したと解釈していいと思います。ですけど、本人から明確に宣言されてないのと、そもそも休止期間にも活動しすぎていて、もはや活動休止したの忘れてんじゃないのレベルの状況ですね。これ一応最後にもう一個、8月3日 YouTube で動画投稿をしました。それが今回紹介してる最新動画になりますね。人はこれを休止とは呼ばない。では最新動画レビューに戻りましょう。合格通知は8月27日に発送って書いてあるんで、多分沖縄は9月の頭ぐらいに届くんじゃないかなっていう感じなんですけど、先に自己採点をしました。早速自己採点の結果を発表したいと思います。合格点は1科目ごとに100点満点中40点から50点前後取れたらまあまあ合格と言われていて、45点以上取れたら合格かなっていう感じで、今回僕は判断したいと思います。なぜ合格ラインが多少誤差があるのかについて水もめっと調べましたけど、明確な理由が書かれているサイトが見つかりませんでした。とりあえず正確性は落ちますけど、ユタボン氏の言う通り45点以上を仮の合格ラインとして見ていきましょう。では全8科目のユタボン氏の自己採点、公共80点、合格。国語51点、合格。数学71点、合格。科学と人間生活65点、合格。英語29点、不合格。地理50点、合格。歴史46点、合格。生物基礎50点、合格。ということで、あくまで自己採点ではあるものの、本人の宣言通り英語以外7科目は合格したと言ってました。実際に通知が届く前に水のスタンスを伝えておきますね。まず水は1教科も合格しないと予想してましたので、実際に1教科でも合格していた場合は予想は外れていたということになります。そこは素直に訂正させていただきます。ただし本人の目標はあくまで8教科中7教科合格です。本人は有言実行するとまで言ってますので、6教科以内の合格は評価に値しないと判断します。それと大前提、第三者からも判断がつく形で発表しないなら水は信用しません。つまり土などを見せずに口だけで合格しましたというのは、発言者がユタボン氏なだけに信用しません。それは本人の今までの活動から考えると当然ですよね。それと本人にとって苦手な英語について気になることを言ってたのでご紹介します。英語ですね。これは前も言ったんですけど、英語は本当に今回受けるつもりなくて、1回も英語も勉強してないんで、
全然わかんなかったです。受けたんですけども全然わかんなかったです。だからもうめっちゃ手ずっぽうっすね。それで29点。ちょっと待って、無勉強のまま手ずっぽうで29点取れんの？一部の方から高卒認定試験簡単だよという声は確かに聞いてましたけど、むしろユタボン氏の自己採点の評価の高さより試験のレベルの低さにびっくりなんですけど、本当にそれで高校1年生終了程度のレベルかどうか判断できるの？それともう一つとてもすごいことを言ってましたのでお聞きください。高卒認定試験は高校卒業するまで5回受けるチャンスはありますからね。高卒認定試験は高校卒業するまで5回受けるチャンスはありますからね。高卒認定試験は高校卒業するまで5回受けるチャンスはありますからね。ユタボン、ユタボンよ、君、高卒認定試験を受ける理由忘れたの？以下、4月6日投稿文動画、タイトル高卒認定試験についてより本人の発言抜粋です。例えば今年の8月に高卒認定試験に合格したとしても、日本の大学を受験できるのはみんなが高校を卒業した同じタイミングの18歳なんですね。だからもし高卒認定試験に一発で合格したとして、みんなが高校行ってるけど自分はもうその時点で大学受験の準備ができるっていうことなんで、高校行ってる子よりもちょっと有利っていう感じなんですね。どや、失礼。要は普通に公立高校に通うよりも大学受験に特化した勉強をするための期間を確保するための高卒認定試験だったはずなんです。高校卒業するまでの5回高卒認定試験受けてたらどう考えても不利にしかならないよ。試験を受ける当初の目的間違いなく忘れてるよね。そもそもそんな単純計算ではないものの、ユタボン氏の理論を正しいと仮定したとして、高卒認定試験は高校1年生終了時くらいの勉強範囲でしかないです。なので2回目の11月で全科目合格すれば高校1年終了までの半年弱有利になりますけど、2回目で全科目合格できなかった時点で逆に不利になることが確定します。なのでまだ自己採点とはいえ7科目合格してますけど、当初の目的を考えると11月の2回目で英語合格は必須です。語がない状況です。それを言ったら通信制高校通いながらの高卒認定試験の意味が本来はそもそもありませんけどね。では国民の声を聞いてみましょう。ユタボン氏の SNS 休止が口先だけだったことに対してになります。父親の呪縛から逃れようと必死にもがいているのだろうけど、いかんせん基礎知識も学力も身についていないからきついでしいね。小中9年間の基礎学力はとても大事だし、その上に高校の勉強も成り立つというものだから、土台の学力がおぼつかないと難しいというものだし、果たして今後どのような人生を歩むのだろうか。彼はこの子、こうやって自分が何をやっているのかもわからず、営利目的の大人たちに振り回されて貴重な学びの時期を逃して、いまだに進路も迷走。そもそもなんで高校入学したのに認定試験を受けなならんのだ。高校の授業はちゃんと受けてるのか。ボクシングもプロになるわけでもなく、何かの試合の前にちょろっと練習して結果がぼかせるような相手を選んでるし、 YouTube にはまりすぎたらどうなるか。貴重な実験体、虚像虚影まみれでかわいそう。学校に行く意味を未だ分からずにいるようです。大人になってから高校で学んだ教科を活かせているなんて人は少ないと思うが、友人だったり高校生活の経験などが得られることでほとんどの人は行ってよかったと思っているんじゃないでしょうか。中には嫌な教師がいたり雰囲気に馴染めなくて行きたくないと思うこともあるだろうが、そうなった時はまずいましかできない高校生活を送らせてやりたいと親が諭すでしょう。それでも対人関係や病気、家庭の事情で行けない場合もある。そういった子が大学受験を希望するために設けられたのが高卒認定だ。何もできない幼子の頃から無責任な大人たちにそそのかされて、自分は特別な存在だ、俺は天才なんだと思い込まされてしまった子、かわいそう。とはいえもはや義務教育期間は終わった酷なようだが、これからは自分の至らなさと真摯に向き合って無意に過ごした時間を取り戻すべく努力するしかないって、余計なお世話だけどまずは謙虚になろう。高校受験で落ちけど自分は合格した同級生の倍の点数取っていたとか、ボクシングで年齢も体格もずっと上の選手に勝ったとか、そんな虚しい見栄を張るのはきっぱりやめて、ただただ勉強にスポーツに頑張ってみせる方がいい。今後のためにもいいし、そうしてみせれば多分 YouTube の視聴回数も今よりは増えると思うよ。なんだかんだ言っても実はそこが一番大事なんでしょう。なぜ通信制高校に入学した当時から高校生活についてのポストがほとんどないのか、やたらに公認の話ばかりするのか、とても不思議だった。メタバスカっていう珍しいコースなんだから、本来は実習の内容など興味を引くような話題がたくさんあったはずなのに、彼が勉強とか学習に関してあれもこれも両立できるほどに基礎力が確立しているようには見えない。コツコツと積み上げていく授業内容だとちょっと気を抜くとついていけなくなって取り残されてしまうし、もうすでにそうなってるのかもしれない。
では雪足のコーナーです。ユタボン氏の高卒認定試験中から試験後の投稿をご紹介しますね。人生は実験だから、いろんなことを試してみればいい。もしド派手に転んでボロボロになっても、もう一度起き上がればいいだけ、転んだら立てばいいだけなのだから。前向きな考え方としては正しいと思いますけど、雪足の悪いところは転んだ時のリスクを考えずに転ばせることです。軽装備のままバイクに乗らせて派手に転んだ時のこと忘れたんでしょうか。たまたま大事に至りませんでしたが、爆笑してる場合じゃなかったと思いますよ。そしてユタボン氏は普段世間に唾を吐き続けているので、転んだ時にその唾が自分にべっとりついてることを理解した方がいいです。それを世間はデジタルタトゥーと呼びます。それと高卒認定試験中にそれ、失敗しても必要以上に落ち込む必要はない。失敗が多いほど多くを語れるようになるし、それは時に成功話より面白いから。高卒認定試験直後にそれ、本日2回目。成功できない人に共通しているのは失敗を経験として生かせないことだ。だから失敗から目をそらさずに経験として生かせばいい。それが新たな人生のステップへとつながっていく。高卒認定試験直後にそれ、本日3回目。全ての成功は失敗という土台の上に成り立っている。高卒認定試験直後にそれ、本日4回目。いや、もう一周回ってわざとやってるでしょ。本心ではユタボン氏に試験合格してほしくないんじゃない。ではスーパーサンクスの紹介です。後藤510様、スパさんあざます。金額少なくてごめんね。ユタポンだしおらしくならんわね。まだスイちゃんが言ってくれるのに、誰のための人生が分かってないのかな。もうパパのせいにはできないのに、暑いのでお体ご自愛くださいね。いえいえ、謝らないでください。スパさんいただけて嬉しいです。もう子供だからで済まされない年齢ですし、親離れすべき年です。そろそろ言い訳できなくなってきてる年なのは自覚すべきですね。トム様、スパさんあざます。ことあるごとに空騒ぎを繰り返してるから、周りからはまたかと思われるようになってしまって、何を言ってもまともに取り合ってもらえなくなったんやで。まあ長々と書いたけど、詰まるところ狼少年青年おつってことです。先生が信用できなくなって不登校になって、その後登校するようになった頃には世間から信用されなくなってるとか、人生をかけた壮大な皮肉ですね。トム様、スパさんあざます。わい、わしが15の時にはの、相手は年の頃は24歳ばかりか、身の丈はわしより10センチもでかく、体重に至っては8キロも重い。そんな怪物相手に大立ち回りをしたもんじゃわい。いそ、誰とは言いませんが、いそ。秀明様、スパさんあざます。こちら堀口シバーサフハイブたちの動画に対するコメントです。リーガルバトル論争面白かったです。これからも犬ともどもよろしくです。秀明様は X でよく可愛いワンちゃんの画像を送ってくれてる方です。いつも癒されてます。堀口氏の動画も可能な限り出していきますね。 CACTUS0070 様、スパさんあざます。こちら堀口シバーサフハイブたちの動画に出したリーガルバトル館の画像に対するコメントです。リーガルバトル館なんでハゲヒゲなん。しません、逆転リーガルバトルというゲームのキャラクターです。悪意はありません。トム様、スパさんあざます。こちら堀口シバーサフハイブたちの動画に対するコメントです。無理筋を本気で信じているのか、それともただの嫌がらせなのか。ただこの裁判官は人を裁いていい人間じゃないですね。若手ならまだ慣れてないのかもしれませんけど、これでベテランならさすがにひどいですね。とはいえ当事者でなければ自治系としては美味しいキャラです。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。